し研究者としての今後があるのでしたら、やはりこのスナップ細胞が誰かの役に立つ技術にまで発展させていくんだという思いを貫いて研究を続けていきたいと考えております。ありがとうございました。はい、まぶしいですけど、それじゃあの1、2、3、4列目ですかね。